大門、どうしたんだ清。お前何やってんだよ、バグマなんか。母さんは河野先生のとこ行ったんだよ、美子ちゃん連れて。河野先生、美子ちゃん怪我しちゃったんだ。怪我？おい、美子ちゃん怪我したのか、おい。え、じゃあ病院にいいんだな。カコン、カコン、そっち行っちゃダメだよ、怒られちゃうよ。カコン、カコン、なんてことすんだお前は。美子ちゃんもう少しで目くらいにするとこだったんだぞ。美子ちゃん、僕のせいじゃないんだよ。なんだお前は、自分が悪いことしたって思わないのか。お母さん、あなたがいけなかったのよ。だって僕、どうして素直に謝らないんだ。その顔、なんだその顔は。なんて見つけしてんの。お前まだ分かんないのか。清、謝りなさい。お父さんに謝るのよ。お父さん、僕じゃないんだ。僕じゃないんだ。分かるもんか。よし、お父さんな、お前にタコなんか絶対に買ってあげないから。僕おとなしくしてないんだ。僕悪いんじゃないんだ。清、お前よく考えてみろ。奥さん、奥さん、すみませんが、ちょっと奥さん。どうしたの。お隣の奥さんが何か。うちの清、こちらに伺ってませんでしょうか。いいえ、清ちゃんまた何かあったの。いないんです。今部屋見ましたら、
清カラスを探しに行ったのよ、きっと。とけよ、すぐ帰ってくる。大丈夫かしら。